世界を愛で包むヒマラヤ大聖者ヨグマたちから、日々を懸命に生きるあなたへ言葉のプレゼント。ヨグマたち見ました、この間の、はい、あの国際連合の本部の、はい、国連本部のあの国際ヨガデーですか、はい、動画をちょっと拝見しまして、インドの首相モディ首相にお会いなされて、はい、あの祝福もこう授けられて、はい、いらっしゃいましたけど、あの日のちょっとこう裏話といいますか、どういったこう状況だったのかちょっと改めてお聞きしたいと思ってるんですけども、まああのもうね、あの世界のリーダーになってね、素晴らしいのでね、まあ私こう国連のね、そのヨガデーということで、まあ、モディさんわざわざインドからおいでになってね、それでもうすごく SP っていうんですか、ガードマンが固いこうね、セキュリティがものすごい厳しかったんですけれどね、でその席にお座りになって、まあ、ヨガをされて、まあ、全部それは世界中に流されたと思うんですけれども、私ももうね短い時間でね、もうバッと SP が囲みますからねそれでなんかハグをしようと思ったんですけど、あ、ハグよりもブレッシングの方がね、モディさんお喜びになると思ったんで、ブレッシングをさせていただいて、モディさんとこう、ね、すごくモディさんのさらなる成功をお祈りしますということでね、で前にもモディさんとインドの首相官邸にお邪魔してお会いしてるんですよね。でモディさんは出家の修行者だったんですね。で最初はこうビジネスカーストのこう駅のなんかこういろいろなんかお土産品とかね、お茶とかをお売りになるお仕事、まあ家族でなさってたっていうことを聞きましたけどね。それから出家されて、でそれでまあ本当にこう修行してね、だから瞑想もされたと思うし、またそのヨガでバランス取るっていうかね、いろいろなアーサナしたり やられたんだと思うんですね。だから自分も日常的にね、健康管理されているんですよね。でまあすごく聖者の祝福っていうのを喜ばれるので、まあ、私お会いして祝福させていただいて、でその時の会話は、あなたはまあ、サドゥとしてね、精神世界で成功されたけど、私はその政治家として成功しましたなんていう、そこの方は成功しなかったけどみたいな言い方をされたんですね。それでこうブレッシングをさせていただいて、モディさんはそういう聖者の祝福によってどん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 パワーをいただいて大成功なさったんですよね。またそれをモディさんもしっかり認めていらして、まあ、私に尊敬の念を、会えて嬉しいみたいな感じで、わざわざ日本からおいで、侍の国からおいでになったんですかみたいな感じで、でも短い時間ね、すごくいい感じで、そもそもこの国際ヨガデーに、はい、お呼びがかかるっていうのは どちらから お声がかかってるんでしょうか。まあ国連のインド大使様がね、ぜひ来てくださいっていうことで、最高のヨガを収めたヒマラヤ聖者シッダーマスターをまたっていうこと、まあ、国連でも前にもご招待いただいて、インド大使から、でそれでメッセージを送ったことがあるんですね。で今回またお呼びいただいて、まあ、女性のね、女性で歴史上初めてなのでね、そういうシッダーマスターになったっていうのがね、でそういうことで、まあ、女性を尊ぶ、まあね、そういうイベントも女性の年とかね、そういうことで国連は力入れてますので、まあ、ヨガっていうのはすごくね、バランスをとって心と体のバランスをとってね、すごく平和になったり力をいただいたりね、まあ、体と心にいいということでね、モディさんの提唱で国際ヨガデーっていうのがね、こう、まあ、始められたんですね。それで今回初めてニューヨークにおいでになってこう話をされて、そもそもやっぱりこの国際ヨガデーということで、やっぱりこう平和とか、そうですね、国連とか、やっぱりヨガっていうのはこう切っても切れないものとして考えられてるってことなんですか。そうですね、まあヒマラヤ真のヨガっていうのがね、
ヒマラヤ秘境で、まあ、内側をすごく積極的に整えるっていうことなんですけど、ヨガもこういっぱいあって、でそのまあ体ね、体の形を整えるっていうことでね、こういろいろ動物の真似をしたりして、でこうコブラのポーズとかね、ポーズをしてね体を整えると、こう体の中に流れるエネルギーとか神経とかね、自律神経とか整うっていうことで、ね、ずっとこうやはりイライラしないようになったりね、落ち着いたり力が出たりね、もっと憎しみが消えて、こうもっとありがたい気持ちに、体がね平和だと感謝の気持ちが出たりっていうことなんですね、うん、だからそのすごくもともと修行法としてね、ヨガがあの精神を統一するって、こう座禅を組んだようにね、瞑想をしている姿、その瞑想をして自分の中を平和にするっていう、そのプロセスとしてこう体をこう動かして、左右平等に動かしてねじったりね、で整えて、そして形を整えて、そしてこう体の中が平均化してね、で今度は心の動きを整えて平和になっていくっていう、それがヨガなんですね。だからまあ入り口のところがすごくこう広められてるんですけど、まあそれはそれでね、みんなが健康になって、ね、あの精神的にも整ってね、本当に大勢の人がこうやっていただくと、さらに平和な世の中になる。さらにこの心のヨガとか、心を強調したりエネルギーのヨガとかね、あるいは愛のヨガとか、そういうふうにもっともっとそれに特化してね、知恵のヨガとか、私のところはこう総合的にやっているんですね。意識を進化させる。で私たちがこうあのいろいろな素材でできてるんですね。それを全部清めていくって。でそれをこう自分でこう清めるっていうのはできないので、あのマスターにしっかり教えていただくとね。でそのマスターがこうそういう橋になってね、ディバインのパワーをいただくと、もっとね早く超等級で、皆さん平和になってね、自分を愛して、ね、幸せになるって、まあそういうね、またみんながね平和の祈りをこうして、世界中が平和になりますようにって、だから素晴らしいね教えなんですよね。だからそれをね、ヨガのことを思い出していただくのに、6月21日毎年、まあ、国連でねやられているんですね。でそのイベントがあるっていうこと で、まあ、世界中でそういうイベントをやって、まあね、インドで生まれたヨガなんですよね。それをこう世界の人にこう、ね、覚えていただくって、ヨガってすごく救いになるんですよ、そういうヨガの素晴らしさ、調和をとるっていうことがね、うん、そうやってこう世界にアピールできるっていうのは素晴らしいわけですから、まあ、そのインドのカルチャーがねこうして、まあ、世界中に愛されてね、そしてみんなが健康になり、心も体も健康になるっていうね、それをこうアピールする日だったんですね。その究極にサマディっていうね、悟る瞑想、涅槃という境地になるね、神と一体になるっていう、その私たちの本質、それはね全てを知っている存在である、そこに出会っていくっていうのがね、究極の目的で、それヨガの目的なんですね。ね、はい、よろしく。ありがとうございます。